深く寄った果樹たちは皆夏の夜を板敷きで仮寝してしまったのであるが、源氏は眠れない。一人寝をしていると思うと目が覚めがちであった。この室の北側のからかみの向こうに人のいるらしい音のするところは、紀伊の神の話した女のそっとしている室であろうと源氏は思った。かわいそうな女だとその時から思っていたのであったから、静かに起きていってからかみ越しに物音を聞き出そうとしていた。その弟の声で、ちょいとどこにいらっしゃるの？という少し枯れたきれいな声である。私はここで休んでいるの。お客様はお休みになったの。ここと近くてどんなに困るかと思っていたけど、まあ安心した、と寝床から言う声もよく似ているので、姉弟であることが分かった。日差しの室でお休みになりましたよ。評判のお顔を見ましたよ。本当にお美しい方だった。一段声を低くして言っている。昼だったら私も覗くのだけど。眠そうに言ってその顔は布団の中へ引き入れたらしい。もう少し熱心に聞けばいいのに、と源氏は物足りない。私は縁の近くの方へ行って寝ます。暗いなあ。子供は刀身をかきたてたりするものらしかった。女はからかみのところから筋替えにあたるあたりで寝ているらしい。中将はどこへ行ったの？今夜は人がそばにいてくれないとなんだか心細い気がする。低い下の室の方から女房が、あの人はちょうどお湯に入りに参りまして、すぐ参ると申しました、と言っていた。源氏はその女房たちも皆寝静まった頃に、掛け金を外して引いてみると、からかみはさっと開いた。向こう側には、掛け金がなかったわけである。その際に記帳が立ててあった。ほのかな日の明かりで衣服箱がごたごたと置かれているのが見える。源氏はその中を分けるようにして歩いていった。小さな形で女が一人寝ていた。やましく思いながら顔を覆った着物を源氏が手で引きのけるまで、女はさっき呼んだ女房の中将が来たのだと思っていた。あなたが中将を呼んでいらっしゃったから私の思いが通じたのだと思って、と源氏の最初の中将は言いかけたが、女は恐ろしがって夢に襲われているような風である。いやというつもりがあるが、顔に余儀が触って声にならなかった。出来心のようにあなたは思うでしょう。もっともだけど私はそうじゃないのですよ。ずっと前からあなたを思っていたのです。それを聞いていただきたいので、こんな機会を待っていたのです。だからすべて皆、前生の縁が導くのだと思ってください。
柔らかい調子である。神様だってこの人には寛大であらねばならぬだろうと思われる美しさで近づいてくるのであるから、露骨に知らぬ人がこんなところへとも罵ることができない。しかも女は情けなくてならないのである。人間違いでいらっしゃるのでしょう。やっと息よりも低い声で言った。当惑しきった様子が柔らかい感じであり、可憐でもあった。